ビスタイム、名前叫んでみようかね。殿ですよ、神楽木ディボウスキーですよ。はい、ありがとうございます。まずはお一人ずつご挨拶お願いしたいと思います。まずは豆腐の殿様、神楽木さん、はい、ご挨拶お願いいたします。はい、北条の大殿様、神楽木ディボウスキーよっ。八王子は神楽木ディボウスキー役の角藤です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。続いて雛形さん、お願いいたします。はい、私そんなあれがないんですけれども失礼しました。すいません、後のこと考えてなかった。すいません。いやいや大丈夫です。色気をやらせていただきました雛形明子です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。そして脚本を務められました高野さん、お願いいたします。キングオージャーのオタクを代表してしまいました高野の港と申します。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして監督の上堀さん、お願いします。高野港の奴隷の監督の上堀内です。よろしくお願いします。風評被害、風評被害、風評被害だ。逆逆、高野さんのマイクを切ってください。逆逆、むちゃくちゃ喋るやん。いや、めっちゃ緊張してますよ。え、緊張してるんですか？緊張してますよ。緊張するからお守りに毛布持ってきました。高見菜です。高見菜です。これ私物です。私物の毛布。あー、もうすごいお金落としていただいて 最高のお宅ですよ。ありがとうございます、はい、本当、はい、というわけでこのメンバーでお送りしていきたいと思います。皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ここからはね、質問からいきたいと思うんですけれども、マスコミの方はここからはフラッシュなしでの撮影お願いいたします。まずは公開から約1ヶ月満を持して、雛形さんにご登壇いただきました。おお、ありがとうございます。猪木殿、満を持してってなんてそんなとんでもないです。いや、やめてください。満を持してですよね、皆さんね。本当にやめてください、そんな。ありがとうございます。いやいや、はい、呼んでいただいて。本作、出演にあたってお気持ちいかがでしたか？オファーをいただいたとき。オファーいただいたときはもう誰よりも主人が喜んで、はい、そうですね。あの、ね、ツイッター見たんですけど、はい、うちは作ってましたよ。多分みんな知ってると思うんですね。知ってるよね、それね。うちは作ってました。持っていけって言われたんですけど、さすがに置いてきました。そう、万歳してっていう独特なメッセージをつけて、はい、はいはい、拝見しました。万歳してって言ってくれてますけど、万歳ってそういう時ってリクエストされるもんなんですか？いやいや、僕見たことないです。だいたいハートとかです。そうですよね。万歳、万歳と思って、はい、万歳してみる。どういうこと？万歳、どういう意味での万歳なんですか？豆腐国万歳。多分これでここにいない天野のリクエストですけどね。はい、浮かばれると思いますけど、本当ですか？今頃喜んでることでしょう。よかったです。はい、ここにいる皆さんは雛形さんの撮影日現場にいらっしゃったと思いますが、はい、現場での印象的なエピソードなどありますか？はい、あ、僕からいいですか？はい、もちろんです。僕、あの、先ほど言いましたけど、天野さんとちょっと、はい、あの、幼少の頃につながりがありまして、はいはい、で、関係ないんですけどなんかシンパシーを感じてまして、はい、当日会う時めちゃくちゃ緊張しちゃって、はいはい、で、それでその神楽木と猪木の昔どういうつながりだったんでしょうねって話しかける時ちょっとめちゃくちゃ緊張しちゃって、僕キモくなかったっすか？大丈夫？そんなキモく神楽木って猪木とどんな関係でしたっけみたいな。多分そんな感じだと思うんですけど。そんなことないです。すごい真面目な方なんだなと思って。ああ、はい、もうその何ですかね、こうその役、あ、すごい短いシーンなので、はい、やっぱ描かれてることってものすごく
っぱ少ないので、はい、それを多分すり合わせるじゃないけど、はい、したかったんだろうなと思って、はい、それを話してるんだけれども、はい、あ、僕ちっちゃい頃に天野さんとお会いしたことある間になんか、え、あ、そう、そうなんですねっていうなんか間に入るエピソードがちょっとそこもキモかったですねいやびっくりしただけで全然真面目な人なんだなと思いました、はい、なるほどね、情報量多かったんだね。そう、ね、ちょっともう一人でなんか舞い上がっちゃっていや失礼しました、あの時は本当でも楽しかったでしょ。いや楽しかった、ね、めちゃくちゃ。それはね、はい、まあ、絵にもねたくさん出てると思いますよ、そのね、うん、状況がね。高野さんはどうでした、現場に。僕言いづらいんですけど、はい、現場いなくて、あの今日、ね、初めてなんですよ。あ、そうなんですか。だから僕は一色気ファンとしてすごい舞い上がってて今そんな。ただちょっとさっきですね、はい、さっきですね、あのめっちゃ高笑いされたじゃないですか、映画で、はいはい、あれ台本になかったのですいません、本当にごめんなさいと思って。ただ素晴らしい解釈一致だったのではいはい、はい、あれはどうやって生まれたんですかっていうのをちょっと聞きたかったんですけど、こっち側の人はいはい、だからオタク代表で来ました、はい、こっち側の人だね、はい、あれはどういう経緯でこうね監督とかとも話されたと思うんですけれども、でも、はい、あの台本にクククって、そうですそうです、そう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 、一応3文字書かれてたじゃないですか。そうなんです、そうなんです。だいぶ笑っちゃいましたけど、はい、あの、はいはいはい、でもクククってちょっと低めの笑いだなと思ってて、はいはいはい、低めの笑いは、はい、もう一人の王様がやるんじゃないかなって。そうですね、あの偉い強そうな方、偉い強そうな人が出てくるじゃないですか、あの方がやるんじゃないかなっていうふうに思って、あえて被ってこなくてもいいかなと思ってなるほど、はい、いやもうそれでちょっと思いっきり笑ったら、はい、あ、笑うところ変えてもらっていいですかって言われて、あのタイミングじゃなかったそうですね、一個手前のセリフでクククって入れてたんですよね。そうそう、それを僕が一つ後のセリフの時に笑ってほしいってお願いして、だから最初に笑ってくれた時に、はい、あ、申し訳ねえなって思いながらいやでも素敵だったので、それを一個後にっていう話をしましたね。なるほど。いやもう非常にマニアックなお話ありがとうございました本当に。あ、満足されました。ありがとうございます。あ、大丈夫ですか。もう悔いはないです。いやいや、はい、これか、はい。早く席に戻って。これを聞きました。はい。これからメインのコーナーがあるのよまた。失礼しました。上堀さんいかがでしたか。僕は思い出深いのは、はい、僕ちょっとコアな話なんですけど。はい。僕ね、あの神楽木と猪木のやり取りのあのシーンで割と早めにいわゆるあの引きの絵、はい、いわゆる全体像を写す絵をカット割りに入れてたんですよ、はいはい、なんですけどカメラマンの、 あの神谷さんっていうすごい素敵なカメラマンの方がいるんですけど、その方が僕のところに珍しく寄ってきて、あんまり寄ってこないんですけど、はいはい、あのなんだろう、あんまり仲悪いってことじゃない、あんまり寄ってこない、そう言い方ちょっとトゲあったなって、割とね、以心伝心で伝わるので、はいはいはい、あんまり多くを語らずに一緒にやれてる人なんですけど、珍しくトコトコトコってきて、監督さって言われて、なんすかって言ったら、あそこの引きさやめてさ、もう色気で押さないって言われて、って思って、いやでもいろいろ考えたらそうっすねっていう話になって、であれちなみにごめんなさい、今皆さん初めて見るよって方いらっしゃいます、ありがとうございます。じゃあその方たちのためにも細かいことは言わないので、まあ先に言っとくと、そんなに引きの絵はありませんそうで、そうなんですね。そう、それで、で見た方は分かると思うんですけど、ちょっと長めにずっと色気向けのカットがあるんですよ、うん、あれはでもやっぱりカメラマンの方からご提案してもらって、でももうそれだなって僕を見た時に思ったんですよ。あんまり自分の中でもその引きの絵がしっくりきてなくてってだったんですけど、だからまあカックンにはごめんなさいね、ちょっとセリフをちょっと多めになってるんですけど、豆腐国がもう豆腐国のためにっていう感じなんでね、いやもう本当にね、絵面が強くて、そうなんです一発でわかりますからね出てきて、雛形さん向けてて絵面が強いじゃないですか、はいはい、で2人しかいないから切り返すわけですよね、反対側取るとまた絵面が強いんですよ褒めてるんですよね、強い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 もうね、どこ取っても絵面が強いシーンになってるので、こういう2人がね、こういう2人が、ただ今現状も絵面強いですよ、ガラガラガラのこれガラガラすごいですよね、 これ衣装ですか、ありがとうございます。これねすごい恐ろしいプロデューサーたちがね、はい、豆腐をイメージした50万円衣装で来てくださいっていうそうなんですよ、そう、ま、自前でこれそう自前自前お二人とも自前で自前でもね、せっかくお二人来てくれるのは楽しみたかったんで僕も、なるほどなるほど、素敵なお召し物ですよね、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さん購入の際は
ZOZO タウンで、ZOZO タウンで買えるZOZO で買えますんで、はい、なんかね今回意識してね着物着てらっしゃる方とかねいらっしゃってね、本当だすごい、かわいい、そうなんですよ、あ本当だ、すごいですね、カグラギのネックレス、いや嬉しいっすね、ありがとうございます、ね、いいな、ネックレスいいな、カグラギの T シャツ、俺買ったのにまだ届いてないんすよ、あえ色気の髪飾りつけた人はいらっしゃらないあのこういうのとつけてる方いらっしゃらないですねなかなかあれ難しいですけど、ね、え、カグラギの衣装買った方っていらっしゃるの、うおー、ありがとうございます、毎度ありがとうございます、ありがとうございます、すごいございます、感謝してください、買ったんで、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、お金を落とすいいお客様だ、言い方言い方素晴らしい公開されたんですけれども、雛形さん反響などありましたか、この映画が公開されて何か周りから、はい、そうですね、あの色気っていう役なのに、はい、ママの色気って言われます確かにそこはついてないんですよ、ついてないんですけど、はい、もうママの色気って役もうでもになってて、原因身内ですよだって内輪で書いてる人結構いますよ今も、本当だ本当だ、色気とかすごいですよ、すごい、そうなんですよね、そこが思った反響と違っちょっと自分とズレがあったところですね、それはね、ちょっとズレはあります、でも嬉しいですよ、やっぱそれだけ見てくれてる、ね、いろんな方が見てくれてるってことで、ね、はい、色気のうちわもねたくさんね持ってきてくださって、ね、ありがとうございます、本当ありがとうございます、さあいよいよこれから皆さんで声を出していこうかなとなっているんですけれども、皆さん盛り上がる準備できてますか、テンション衰えてないですか、大丈夫ですか、はい、ね、今回 SNS 上でたくさんのリクエストがあってこちらが実現されたそうなんですよ、すごい、ありがたい、すごい、ありがたいですね、応援上映、はい、サイリウムね持ってきたり、はい、うちわ持ってきたりね、本当嬉しいんですけれども、皆さんは応援上映には参加されたことな、さすがにないです ね、僕はあるんかい、いやいや、オタクなんで、すごい、はい、すいません、あ、すいません、すみません、流れぶった切ってすみませんすごい、 ちなみに何のとかって聞いても大丈夫なやつですか、え、応援上ですか、はい、え、あれです、あの歌のプリンス様マジカルで、はい、あ、2回ほど、はい、なるほど、はい、ガチガチのやつだガチガチのやつ帰ってきちゃった、はい、はい、というわけでね、応援上映なんですけれども、あそこの席に座ってね、あの、なんと皆さんで盛り上ギャハって言ったらね、まあそうなるわな、まさかそこに座るとは思わんな、そうそうそうなんですけれども、そこでちょっと声を出しながら皆さんで盛り上がるかもじゃないかと思っております、イエーイ、はい、というわけで今回はね、映画の冒頭映像とあのカグラギと色気の共演シーンを抜粋した4分のダイジェスト映像を用意しております、はい、なのであちらの席に移って皆さん応援しましょうかね、お願いします、はい、お願いします、いいんだよ、もう歩いてる時からサイリウム振ったっていいんだぜじゃああれですね、僕が用意スタートって言ったらみんなでカチンって言いますか、あ、いいですね、カチン、はい、応援しますか、はい、OK、 みんな用意スタート、カチンだからね、はい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 、はい、用意ですか、はい、それではお願いいたします、はい、じゃあ行きますよ、よーい、スタート、カチーン、始まるのか暗くならない、なんか若干ラグがあった恥ずかしい時間にこれ今一番恥ずかしいの俺なんで恥ずかしい時間になりましたけれども、スタートって言ってからのですね、あの、ちょっと恥ずかしいな一回カメラ止めますか、おお、来た来た来た、あ、始まります、拍手、東映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 、早い、あ、ライリオール、もう出てる、もう出てる、もう出てる、これ伏線、これビジュアル的、これ、あー、キラー、キラー、横顔、あ、いい横顔、ジェラー、声がいい、声がいい、ジェラミー、ジェラミー、降りるとき気をつけて、気をつけて、足首、あー、おい、ごめんなさい、テロップ 白のテロップごめんなさい、何がしたいの、白のテロップ、白のテロップ龍が
ルーガさん。あ、ええ、ちょっと違うな。違うな。中村獅童。来る。あ、来た。みんな高見菜より声出して。1話と同じ。あいつやべえ。かっこいいね、みんな。まさかこの私を外で待たせるとはね。本当だよ。ご希望です。殿。意味がないよ。いやもう面がいい。てめえらこんなにイラが好きだ。イラが好きなの？あ、嘘発見器。もう出てる。これ。ゴーゴー。おや流れ変わってきたぞ。本書いてんだよね。流れ変わってきた。誰が来んの？誰が来んの？誰？おいでと。みんな歌おう。声がする。歌えるんだ。です。はい、誰よりも声出してる。すごかった。楽しい。すごかったですね。ずっとやりたかったこれ。ひなかたさん若干引いてませんか。大丈夫ですか。すいません。一番楽しかったですよ僕隣で。一番楽しかった。はい、はい、というわけで皆さんたくさん叫んでいただけましたか。ありがとうございます。ありがとうございます。いただけましたか。このうちは振りづらい。それでは最後に、賀来さん、日向さんより皆さんにメッセージをお願いしたいと思います、はいはい、ちょっとごめんなさいね、あのお尻向けた感じになるんですけれども、ま、前の方を向きながら、ね、はい、どちらから日向さんからお願いします。あ、はい、もう本当に私もこんな場に呼んでいただいて本当に光栄だなと思っていて、まだ、夏休みもうちょっと続くから毎日見てもらってもいいかなって思っていてですよね。で、あと白に白のクレジット、クレジット分かります、あの名前のところです。あれの感想もしあれだったら、あの監督がツイッターやってるのでクレジットの件であのハッシュタグつけていただいて、あの感想を白クレジットで、あの上堀監督のツイッターで、あの私たち夫婦見張ってるので。怖いそれ。怖いっすね。揉めない？大丈夫それ？はい、じゃあハッシュタグ
白クレジット、白クレジットで、ハッシュタグ白クレジットでお願いいたします。皆さん分かったかな。ありがとうございます。はい、日向さんありがとうございました。ありがとうございました。最後に賀来さんお願いいたします。はい、いや本当にこれ告知されたのが1週間前とかで、はいはい、にもかかわらずなんか2日で完売したということで、本当にキングオージャーがたくさんの方に、はい、あの支持されてるな、応援されてるなっていうのがすごい、うん、分かりましたし、うん、まあ何といってもこの東福国がめちゃくちゃ人気なのかなっていうふうには、うん、はいはい、もう実績すごいぞ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう実績として残ってるんで、本編にぜひぜひこれの過去が分かるような話をお願いしたく、よろしくお願いいたします。はい、本当に、あ、そう、本編といえば9月から、放送されるあの新ビジュアル見ました。超かっこいいよ。めちゃくちゃかっこいいですよ。超かっこいいのよ。いや、もう本当にだからそれも踏まえて、あの映画も進められやすいですよね、他の方に、うん、なんか新ビジュアルかっこいいよね、映画がねまた大事になってくるから見た方がいいのっていうのもねあるかもしれないんでね、本当にそういったところもねぜひあの他の方にもおすすめしていただいて、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。